対人戦イベントドラグニティめちゃくちゃ湧きがち龍です。さあ本日なんですが、この間ライディングデュエルのイベントあったじゃないですか。あのシンクロ召喚めっちゃ白みたいな、そういうあのね、これその時のそのライディングデュエルで当たった人のデッキを参考にさせていただいて組んだデッキなんですけど、めちゃくちゃ早いですね。あ、本当に早いこのデッキ。めちゃくちゃワンキルできるし、まあ、先行でもそこそこ強いしね。あのドラグニティですね。あのであのスキルがキーポイントでね、今まで普通すり替えとか使ってた人多いんじゃないかなと思うんですけど、このイクイップチェンジっていうスキル使われてさ、これすげえ強いなと思ったんだけど、自分のライフポイントが3000以下の場合に、手札の装備アホ1枚を含むカードを2枚までデッキの一番下に戻して、戻した枚数分ドローできるよと。だから手札を、最大2枚、入れ替えることができるんですよ。これさ、こういうデッキに入れとくとすごい強いのよ。なんでかっていうと、その初手で、引きたいカードドラグニティで初動がね、セナート、まあ、もしくは、クーゼとミスティルとか、まあ、そういう感じの組み合わせじゃないですか。だからちょっと安定感が不安ですよね。そういう時って手札入れ替えできると強いんですけど、あと、バック除去ができると。なのでこのデッキでコズミックサイクロン1枚打つと、手札に引いてしまった団結の力とかデーモンの斧とかをデッキの一番下に戻しながらデッキトップ2枚引けるので、結構引き込めるんですよね。すり替えよりもやっぱ2枚分強いっていう、まあ、理論上ね。とあと普通にこの団結の力とデーモンの斧がこのアスカロンってワンキルするのに700足りないんですよ。打点が700足りないんですよ。これが補えるんですよ、この装備魔法があれば。これ要は今まではさ、ドラグニティセナートでクーゼ捨ててクーゼ装備することだったら、一応バルーチャ経由でね、こいつを立てるってことができたんだけども、それができなかった場合って3300しか相手のライフ削れないじゃないですか。これがこの辺の装備魔法があることによってワンキルに届くんで、すげえワンキル列を誇るんですよ。頭悪そうでしょ、デッキレシピは。まあ、バック除去5枚で装備4枚アド全部点火だみたいな。で一応先行はちょっとちょっと弱いけど、そうは言ってもさすがに、ただアスカロン立てとけばまあ結構耐えれるっていうこともあるし、相手結構困るっていうこともあるんで、なんでとりあえず先行立てれるんだったらアスカロン立ててエンドするっていうね、先行アスカロンエンドとかできるかな。ワンチャンそういう、まあ、展開力を使って戦っていければ、まあ、先行でもめちゃくちゃ弱いっていうことは多分ないので、まあ何度もなるかなと思います。結構ねデュエル今日ね見ていただければ分かりますけど、5000くらいやってるんですよ多分。ね1試合ね2分以下みたいな平均1分半くらいのね、デュエルスピードで進んでいくんで、多分ね結構ね対人イベントとか KC カップでなんかその困っちゃった人とかはなんか意外といけると思う。これすげえ早いからすげえ脳死だけどね。デュエルスタンバイ。さあサクサクいくぞー。あー、バック除去が欲しいな。バック除去、まあ、コズミックか局所か。デッキトップ、頼む。このスキルめちゃくちゃ強いですね。このイクイップチェンジっていう、このスキルね。俺も、ライディングデュエルの時にさ、相手の人が使ってて、めちゃくちゃ強いなと思ったんですよね、これ。これ、すり替えの上位互換じゃんと思って。めっちゃ強いと思ったわ。このデッキに関してはね。さあ、ホムラガミ。まあ、ホムラガミとかはもう、どうでもいいね。別に。アスカロンの前では本当無力ってことを教えてあげたい。宮塚ソッケってことは最大に伏せ、はい、最大に伏せは本当局所一伏せはコズ。さあホムラガミシラニーが出てくる。破壊耐性めっちゃ強い、破壊耐性めっちゃ強い。二伏せオッケー。局所、はい局所、はい挨拶、はい挨拶は大事、挨拶は大事脳死局所、破壊耐性とか知らんし。ドラグニティスナイトを召喚、ドラグニティスナイトの効果発動。さあサレンダーしていいですよ。サレンダーどうぞ、サレンダーどうぞ。あなたはもう負けるんですよ、これ最後までもしかしてやんないといけないやつ。さあキング隊は結構これでサレンダーしてくれる人多いんだけど、さあ全部やらないといけないですか、これ全部やんないといけないですか。これデーモンの斧つけるところまでやります、ね、でバルーチャ効果、はい両方ともつけちゃうよこれ、いいの。はい、ありがとうはい、ありがとうございます。さあ、海馬社長も処していく、しっかりと処していく。まあ、言うてね、先行でもやることありますけど、まあ、言うて高校の方が、まあ、それ強いよねっていう話ですね。
これは、クーゼ引いてるんで、クーゼ捨てることができるんで、装備引けなくてもワンキルまでありますが、さあどうでしょうか。さあ装備引いちゃった、あ強い、コズミックサイクロンぶち込んでいく。でコズミックサイクロンで相手のバックを除去していく。そしてなるほど、エネコンでドラグインテイセラーと召喚効果。さあ太古の白石かなんかでしょうか。まあ、関係ないんですけどね、これ強いのはね、なんかね、あのウィンダとかそういうのも所詮でね、はいやのデッキ、サレンダーされるのクソ早いわ。さあ、最高デッキ猛攻、やばすぎる。トラップカード俺1枚もねえわ、トラップカード1枚も入ってない、このデッキ、このデッキ、やばいな、そう考えると。ギアギアングラー、なるほどね、ギアギア、ギアギア最後ショッカーみたいなね、はいはい、めちゃくちゃ強そう。さあギアギアアクセル、ギアギアアングラーはね先行で引けるとねこれこうなるからね、もう一枚アクセルがいると、これクロスクロスっていう最強盤面、おーすげえクロスクロスだ、これこれクロスクロスじゃん、いいね。ギアギガントクロスからのギアギアントクロスですよ。ギアギアアングラーはちょっと重い制約持っててね、このターン、攻撃宣言ができないのと機械族モンスターしか特殊召喚できないよっていう、まああの効果あるんだけど、あ若干、あなんかあれかな、アクセルもう一枚あるとかそういうことセット、あえアクセル返してればもう一回ギアギアンドクロス出せるのに、なるほど、バック除去なしか、バック除去なし、しょうがない。セナート召喚、セナート召喚してセナート効果通る、オッケー、セナート効果通る。でクーゼさあどうする、聖杯、聖杯、聖杯か、ミスティルあるから関係ねえわ聖杯一枠では乗り越えていこう。でミスティル効果クーゼ、はい、さあ手数多いよ、さあクーゼいくよ、いっちゃうよいっちゃうよ、まだ死なないと思ってる、もしかしてまだ死なないと思ってんの、甘い甘い甘いね、俺のってことには最強の装備法があるの知らないのかな。さあアスカランの効果発動、なんでもいいけど除外して、はい、さようなら、そしてはいはい、さようなら、はい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 、このデッキ。さあお相手の方、つくもりゅうま選手来た、つくもりゅうま選手来た、つくもりゅうま選手か、これこれちょっときついな、装備めっちゃ来てんな。まあとりあえずコズミックサイクロでお茶濁すしかないか、セットセットだな、でエンドだ。まあこれで死んだらしょうがないで割り切るしかないですね、こういうデッキは。あの先行でアスカロン立てるとか一応まあすることあるんですけど、コズミックサイクロンか、あーなんか死にそうな気合するわ、コズミックサイクロン死にそうな気合がする。1000食らわしてくれたありがたい、スープレックス、あなるほど、スープあじゃあ死なないね、スープレックスは死なない多分、ライジングスコーピオン OK、 でセットセット OK です。でぶん殴られていく、でぶん殴られていく OK、 とりあえずライフ減ったのはでかい。さあここで何を引いてくる、ミスティル OK、好きだぞ、イクイップチェンジ、イクイップチェンジで装備魔法を2枚ともデッキに戻して、これで、手札入れ替えしていく。なるほど、コズミックサイクロンも発動、さあまずは1枚抜こう、まずは1枚抜く、ドキュー OK、 でドゥクス召喚は、ドゥクス効果クーゼ、これはエネコン、なるほど、エネコン、エネコンでサーチか、あでもさこれさあれこれクーゼ回収したらあと3000でしょ、あこれ勝ったんじゃない、クーゼ解除、はい貫通していこう、展開力で貫通していこう、はい見せてる、はい自分のデュクスちょっとあの除外するわ、自分のデュクス吹っ飛ばします、はいよいしょ分からせましょう、これが遊戯王デュエルリンクスですよ。つくもりーま選手どうやら理解したんだ、そうだこれがデュエルリンクスだ。さあお相手の方武藤遊戯選手よろしくお願いします。デュエル3倍、ドラグニティセナートを召喚、ドラグニティセナートの効果を発動、セナート効果クーゼ、まあ、先行取っちゃった場合の一応展開もね、まあ、なんだかんだ言うてアスカロンそこそこ硬いんでなんとかなるかなといったところ、さらに俺は手札にデュクスを引いている、なんだかんだこの盤面は勝て、アスカロンはね一応破壊されてもバルーチャもしくは
なんやっけあいつの名前、ちょっと忘れたわ、あのなんか超重力除外してなんか立て上がるやつ、あいつ残せるんで、まあそこまでね、弱くはないんで、まあ、とりあえずアスカロン魂の攻撃表示で立てよう。攻撃表示か守備表示かは攻撃表示に甚大なリスクを伴うデッキが減ったので、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、守備表示でもいいですけど ね、あんまり甚大なリスクもうないんですよね。ネオスフュージョンも結構飛んでこないしね。テザーウルフは、おテザーウルフ懐かしい、なかなかいいぞ。お厳重一徳、なるほど。エネミーやばい、でもエネミーコントローラーでも2体だから死なないんじゃね。2体だから1700、3300、3300にしかなんないでしょ。あ、そっちシンクロでもすんのか、なんだこれは。いや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 、これは犯罪では、これは犯罪では、お前が団結の力使うんかい、ふざけんねん。それ片方俺のモンスターだから返してよ。ちょっと待って、これ何が起きてんの今。俺はちょっと理解が追いついていないんだが、なんだこのデッキは。